今オズモポケットを片手で、手持ちでやってます。でこれで、セルフィーモードにして、あ、これでフェイスラック効いてますね。サングラスとヘルメットあってもフェイスラックはどういう仕組みかわかんないけどちゃんと有効になる。で音声は、ちょっと本体だけだと、今そんな10キロぐらいしかスピード出てないんですけど、ちょっと怪しいんで、DR10L で別撮りしてます。マイクはこの黄色いネックウォーマーの中に、風防をつけた上で、仕込んであります。結構ずっとトラッキングできてますね。で今これで腕全開ビーン伸ばし状態、結構乗りながらだときついです。でもこのぐらい離さないとちょっと画角的にかなり厳しいかなって感じがするんで、まあ、全開伸ばせばこんなもんですね。なんかアタッチメントとかつけちゃうとそれはそれでお手軽感がなくなっちゃうんで、ちょっと今アクティブトラック試したいんですけど、近くに何も山ばっかりで対象物がなくてできない。あの画面ダブルクリックするとできるんですけど、試しに何もない山とかを、あ、一応できてるかな。今本体は真正面だけど山にアクティブトラックしたら、首だけその山の方やってますね。あ、追尾失敗で出ちゃった。画角の狭さに関してはみんな意見は同じだと思うんですけど、例えば今、チェストマウントした状態ぐらいな胸の近さにすると、まあ、画角が狭いのが功を奏してというか、普通 GoPro のスーパービューかなんかでこれやっちゃうと、腕がハンドル持ってる腕も入っちゃうんですけど、画角狭いんでそこを逆に映らないで正面だけ撮ることできますね。そこは結構いいかも。まあ、GoPro との比較自体ちょっと GoPro と比べてどうすんだよって感じもしなくはないんですけど、なぜかみんな GoPro と比べたがるんで。ちょうどいいところに看板があったんで、この看板でアクティブトラックテスト。あ、こういう時には出ない。今ちょっとダブルクリックする場所が悪かったか。あと今日はネックマウント、ネックマウントに、GoPro セッションのフレームつけて、内側スポンジで調整したやつが、首からぶら下がってます。これにオスモを差し込んでネックマウントのテストをやりたいと思います。結構がっちり固定じゃないんで、逆に抜き差し簡単にできてスポンジいいと思うんですけどね。どうしてもマウントっていうと固定しがちなんですけど、オスモに関しては別に取り外しやすさ優先でいいかなって感じもします。じゃあこれで、付け替えて、下っていきたいと思います。ここから坂です。ここにマウントあるんでここに、差し込みたいと思います。まあ、スポンジだしこの首につけたままあの画面が見えるんで結構これいいんじゃないかと思うけど、ちょっと外れそうではあるかな。これで中心に戻す。でこの状態で下見れば画面が見えるんで、正面ちゃんと向いてるかどうかの確認ぐらいはできますね。まあ、落ちるほどじゃないと思うけど、じゃあこれでいきたいと思います。ちなみにジンバルは中心固定。もういけてるいけてる。もしかして落っことしたら単なる秘宝動画になっちゃうかもしれないけど、あんまり差し込むとスイッチ干渉しちゃうんで、ちょっとおっかなびっくり下ります。
まあ若干ジンバルは風で揺れてるように見えますけど、吸収してくれてるぐらいの振動かな。あの車体取り付けみたいに細かい、衝撃が強い振動だとあのジンバルが追いつかなくてあのこんにゃく動画になっちゃうんですけど、グワングワンして、これなら多分いけてる。ただちょっと何かの時に落っことしそうで怖いな。一応ハマってはいるんだけど、ちょっとここで坂が平らになるんで取り付け位置確認。あ、全然 OK、 ちゃんとハマってる。ずれる気配はないですね。ちなみに音は全然ダメだと思います。風防対策は何もしてません。これ結構いけてんじゃないかな。まあ下りだから体は動かないから、上りとかで漕いだり、スプリントだとまあダメだと思うんですけど、ゆっくり漕いだりする分にはいいですね。だから結局オスモと GoPro は用途が全然違うんで比較するのは難なんですけど、GoPro は車体取り付けで、がっちり固定して、で手ブレを補正オンにするとすごい滑らかで、オスモを車体固定しちゃうとフレームの振動で、吸収できないジンバルの、ジンバルでは吸収できない揺れになっちゃうんで、そこはもう完全にダメですね。なので体につけるんならオスモで、車体は GoPro っていう風に、2台体制が、ベストです。でオスモ買ってからちょっと残念なのはずっと曇りなんですよね。晴天の時に空の色とか試したいんですけど、今のとこ外で使う時はいつも曇りです。これでネックマウントした状態から片手で引っこ抜いて取ってセルフィーにして、戻してまたネックマウントに差し込む、これでもうネックマウントつながりました。まあスポンジもうちょっとちゃんとすればかなりいいんじゃないかな。まあ若干気は散りますね、このもしかして落ちるんじゃないかっていう不安で。でもこの刺さり方ならまあ落ちないと思うんだけどな。落下防止のストラップとかつけちゃうと自撮りにするのができなくなっちゃうから、そこは悩みどころ。これ今逆光だとフェイストラックが有効になんない、顔見つけてくんない。でネックマウントこういう感じなんですけど、ちょっと映んないかな。フレーム、 GoPro セッションのフレームに中に、スポンジが入ってて、でちょっと延長して延長アームで延長してやるんで、つけた状態でもプレビューウィンドウが見れる感じになってるんで、一応チラッと見の確認はできますね。で抜き差しも簡単にできるんで、持ち替えも簡単で結構いい感じだと思います。サンタさん撮らせてください。あ、ダメだ、トラックできなかった。よし。
今日、来たらミニマムの秋さんもいて、一緒に走ってるんですけど、さすがにめちゃくちゃ速いです、登り。もう見えないか、あの方です。スイスイ登っていっちゃう。あ、すげえ、あ、すげえ、これしかも フェイストラック。なにこれ。これで、あ、2人いると無理かな。ほんとだ、なんだこれ。あ、トラックしてない、トラックしてない、あ、トラックしてない、トラックしてない。なにこれ。来た。これでフェイストラック中。おすげえ。あのエアコンの探してくれるやつ。そうそうそう。すごいなこれ。ということで今日ミニマムの秋さんと走りました。撮影録画中です。すげえ欲しい。